でお待ちいただけることがあるかと思いますので、ご紹介をさせていただきたいと思います。甲冑をつけてられるとね、どんな、他はなんかちょっとわからないかもしれませんが、かっこいい方なんですけども、チュン・アマンさんです。よろしくお願いします。